はい、皆さんこんにちは。ね、今日はね、タイトルにあるように目押しの授業をしていくよ。まあこの動画を見てれば確実に目押しがうまくなるよ。声が遅れて聞こえてくるよ。目押しをやるということは最初にペカらせないといけないってことだよね。じゃあちょっとペカらせるからちょっと待ってて。ちょっと。初日の出。美しいでしょ、ほら。美しいでしょ。ごめんなさい。ということで今から目押しをしていくぜ。それじゃあ早速やっていきたいと思います。もうここでビーク確定っていうのがもうわかるんだよね。今のがレギュラーだったら多分ここでビー倒しして決まってるんだよね、レギュラーだったら。でも揃わないってことはもうこれはビッグ確定ですって暗示してるんだよね。そんで今みたいに変速打ちすれば勝手に左リールも滑って止まってくれるんでおすすめです。そんでおすすめは中リールの真ん中に止めるのが一番なんだけど、中リールの真ん中に止めると左リールは上段中段下段どこに7が揃ってもテンパイすることができるからおすすめです。だから左リールはもう目押しできなくて大丈夫です。まずは真ん中と右のリールを正確に揃えるようにしてください。でテクニックの説明があります。もうきっちりやります。後でやります。あいつほんととんでもないです。それでは具体的なテクニックやっていくぜ。まずは右リール、これはもう簡単、多分大丈夫、できる、これはできるぞ。はい、まずホール行きます、台選びます、座ります、お金入れます。それで最初の10ゲームまあ7狙って10ゲームぐらいやってみてください。もうできてます、多分大丈夫です。まあ強いて言うなら、まあ、0.75 打法を使ってみればいいかなーって。0.75 打法について説明していきます。リールの1回転ってまあ、大体 0.75 秒なのよ。でこれを踏まえて目押しするとすげえ簡単に目押しできんのよ。だから俺はこうやって日頃このタイムで 0.75 を測ってトレーニングしています。次は中リールだ。中リールは存在感のある7とバーが離れてて結構見えづらいんですけど、僕はよく7ギラギラ打法と 0.75 打法を使ってよく中リールは、打ちますね。あとはホールによくいるおばちゃんとかはこうやってペカペカの光を遮ってこう7のギラギラをこう見やすくする方法をとっています。最後は左リールだ。はい、これね、これもう出る杭打法でもわかんないし、もうこれね7のギラギラちゃんと見ようと思ったって無理なのよ。ほとんどの人でもちゃんと見てないんだよね、これは。で俺がやってんのは1個の出会った7をロックして
そっから 0.75 を数えて押すって感じだから俺もよく見えてないんだよね。でも左リールは全然できなくてもいいと思ってます。よ、選手ジャグラーだ。みんな見てくれたか？これでみんなも最強ジャグリストだ。